さちです。こんにちは。今日のテーマは、前回の動画の続きなんですけども、セルフタイムをもっともっと気持ちよくするコツをお伝えしようと思います。女性の方はですね、よりセルフタイムが充実してもっともっと気持ちよくなれるようにね、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思うんですが、これね、実際に私も実践している方法で2つあるんだけど、1つ目はベッドの上とかでね、パートナーとね一緒にする行為と一緒なんだけど、いつも同じ体勢でしないことです。例えばベッドの上で仰向けになって毎回同じ体勢でするとかではなくて、たまにはちょっとこうしゃがんでやってみようかなとか、たまには立ったままやってみようかなとか、ちょっと体勢をね工夫してみるだけで全然感じ方が違ったりだとか、この体勢ちょっと興奮するかもとか、新たな発見があったりするので、ぜひ体勢変えてみてほしいなと思います。で、もう一つ、これがね結構なポイントですよ。ぜひやってみていただきたいんですけど、声をね出すっていうことなんですよ。かなりセルフタイム極めていらっしゃる方だったりとか、あとはもうプロの方だったりとかね、声もねセルフタイムの時にも出している方が多いんですけど、なかなかね、その一般の素人の女性でセルフタイムでその動画を撮影しているとか、そういうことがない場合、一人でねただただセルフタイムを楽しんでいる時に声を出している方ってあんまりいないんですよ。だけどぜひ声出してみてください。だからちょっとね、最初のうちは恥ずかしかったりするから、おすすめなのはクローゼットの中とか、こう狭い密室トイレの中とか、そういうところだと割と声出しやすいので、狭い密室で声を出してみてください。で、それもちょっとこう喘ぎ声とか出すのが恥ずかしいなって思う場合は、こうあーとかだけでもいいから、とりあえずね声をね発してみるの。そうすると意外と、あ、声出した方が気持ちいいかもっていう発見があるんですよ。なのでね、ぜひ女性の方はセルフタイムするとき、喘ぐまでがもしかしたら恥ずかしくできないかもしれない。できるならぜひやってみてください。だけど恥ずかしいなっていう方はせめてあーとかうーとかでもいいから声をね出してみる。そうするとなんかね、ここで止めていたものがうわーっとね、こうね解放された感覚になって、よりねセルフタイムが楽しめるので、ぜひ声出してみてください。なので場所を変えてみる、体勢を変えてみるっていうこと、そして2つ目は声を発してみるということ、この2つぜひ心がけてセルフタイムより楽しんでいただきたいなと思いますので、はい、参考にしてみてください。私が開設しているオンラインサロンがあります。メンバー限定のライブ配信だったり、ズーム会、あとは私に直接、相談ができたりとか、年に3回、オフラインのイベントもありますので、直接お会いしましょう。ということで、概要欄の方をご覧くださいね。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。